またうんちしましたね、今日。はい、足りなかった。10センチぐらいでした。三角三角一部。そう、まあ割と泣いてましたね。で、体重が 9.7kg。昨日そういえば吐いたんですって、そういえば。そうです、ね。ちょっと1時間ぐらいそれ気がつかなくって、なんかちょっとヒュンヒュン言ってるなとは思ってたんですけど、まあ、一応ね、で、まあ、120と60。はい。で、今日おしっこ取りました。はい。EPC はした血液検査してますけど。ありがとうございます。まあ、薄いは薄いですね。低幅ちょっと低いと。これ7が正常なので。他はまあ、タンパク、ブドウ糖、ケトン、ビグリセンで正常です。顕微鏡で見るのでは、やっぱりまだ白血球出てますけど、はい、減ってますわ。そうです。先週に比べると。はい、赤血球は出なくて、細胞成分は、まあ、まだ多いかな。でも、先週よりは少ない。血小は出てない。細菌がほんのちょっと出てる。それから尿塩中っていうのも、まあこれ尿塩中って言ってもね、白血球塩中だと思うんだよね。白血球が固まってできた塩中かな。白血球塩中って言うんですけど、こっちと関連してるのかなと思うんですけどね。そんな様子。今、せいろ、この子、今2週間ぐらい飲んでるんだけど。はいはいはい。こっちはこっち向いて。こっち向いてこっち。こっちこっちこっち。こっちこっちこっち。こっちこっちこっち。その時点で今ダメになったからね。入れ直したんだけど、今ただの。はい。これをさ、今点眼準備してるから、あ、クッション出たね。ちょっと増やしたんですけど、はい、多少は鼻づまにいいかもしれないから、やれながら目とか、やれんかったら目だけでいい。はい、クッション出たね。はい、今やったじゃあまたちょっと、はい、とりあえずだけ、はい、やってみてください。ありがとうございます。はい。